日本テレビ音楽祭は日本テレビの主催により1975年から1990年まで開催された音楽祭であり日本テレビ系列局で放送されたテレビ番組でもある正式名称は輝け大会日本テレビ音楽祭である本校では後継企画として1991年から放送された日本テレビ音楽の祭典についても扱う 在京キー局や在阪準キー局が年末に競うかのようにコンテスト形式による音楽祭、富士テレビ、FNS 歌謡祭、ネット、全日本歌謡音楽祭、放送音楽プロデューサー連盟、日本歌謡大賞などを開催、放送し、高視聴率を記録していたことに触発された日本テレビが東京音楽祭などの例に倣って時期を前倒しし、 その年の歌謡賞レースの先陣を切る形で1975年に同様の音楽祭を創設。毎年8月から10月の間の不定日に開催、放送されていた。運営委員長は日本テレビ放送部を社長が務めていた。審査対象期間については、当年度を前年8月1日から本年7月31日までとすると定めていた。また、 1984年までは、ノミネート歌手選考会も開催されていた。当初は、木曜スペシャルは区内で放送され、本戦は、日本武道館で開催、生放送されていた。末期には、歌のトップ10などが放送されていた月曜日の19、20時代に移行し、赤坂プリンスホテルクリスタルパレスや渋谷公会堂から開催されたこともあった。最終回の、 第16回は9月10日に武道館から生放送であった。また、関東ローカルで本戦の翌々日に85分、短縮編集版の再放送をビッグサタデーで放送していた。本音楽祭では、ハトをモチーフにしたシンボルマークやトロフィーが制作、使用された。これは、日テレが長年オープニングやクロージングのタイトル映像として使用した。 鳩の休日にちなむとされる。本音楽祭のテーマ曲は、日本テレビ音楽祭参加、エンディングテロップで紹介していた楽曲名。作詞、悪友、作曲、宮川康氏やはり、空に羽ばたく鳩をイメージして作られた曲であった。第14回大会は、昭和天皇の病状悪化の影響により中止。第16回大会をもって終了。この年は、 新人賞、金の鳩賞のみを選出した。そして内容は、ポップスロックニューミュージックのトップアーティストのジョイントステージが中心になった。日本テレビ音楽祭の後継企画として1991年から開始された音楽特番。日本テレビ音楽祭や現在の日テレ系音楽の祭典ベストアーティストとは異なり、未来に残したい曲を選定することをテーマとしており、 放送される年のヒット曲に限らず、過去の名曲も取り上げられた。非公開形式の生放送で、曲の演奏についても、事前収録や過去映像の流用となることも多かった。開始から2000年までは、毎年1回放送され、2001年に、後継番組、ベストアーティストが開始された後は2005年に5年ぶりに、復活され、3回放送されている。 1991年から1993年までは木曜スペシャルの枠で放送され、1994年から1999年まではスーパースペシャル枠で放送された。ただし、2000年の第10回はそれまでの10月第2.3土曜日ではなく9月の第4水曜日に放送され、2005年の3回分はすべて日曜日に放送された。 日本テレビ音楽の祭典に関するカテゴリー、ありがとうございます。